ていうことを目的で多分来られたと思うんですが、腰痛治そうと思ってやってみるとウエストがくびれてしまうんですけど、よろしいですかね。目的とちょっと違うんですけど、いいですか。あ、よかったです。それであればやってみるとね、女性は本当に喜んでいただけますね。どん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 くびれてきますけど、やればやるほど、はい、よろしいですかね。で、これよくいろいろな世の中には治療方法って言われるものがあって、そういうものでね、いろいろ治りますよみたいに書いてあるのあるじゃないですか、今みたいに。で、それとこの干渉法って何が違うかっていうとね、データがあるんですよ。データ、どういうデータかっていうと成分ですね。先ほど乳酸がたくさん溜まってる方が痛いって言いましたね。干渉法っていう方法をやって乳酸が体の中からなくなってればいいんですよね。ですよね。これ全部成分データを、成分でデータを取って、ね、病気じゃない状態に体を成分上持っていくんですよ。で、花粉症の人もそうですけど、その時に鼻水が止まって目のかゆみが止まってればいいんですよね。だから何かやってみたらたまたま良くなったって話じゃないんです。もう全部体の中の成分から病気を治していくっていう、そういう治療の仕方なんです。これがね、世の中に他に今まであるものと全く違う世界ですね。人を治すっていうことを目的だっていうのはそういうことなんですけど、でこれが今42症状本書いてありまして、この本をお医者さんとか治療家の方に勉強していただいて現場で使ってもらうってことをやってるんですね。で、今日ですね、34冊だけは持ってきてますので、午後ですね、直し方を覚えて実際やりましょうっていう時間になるんですけど、並べときますので見ていただければと思います。なぜ病気になってるか科学的に書いてあります。わかりやすくですよ、当然皆さんが見てもわかるように。で、科学的にこういう現象が起きているから、例えば血圧が上がってるんですよ、だからどうしたら治るか、どう治し方はどうすればいいかまで書い